9代59銀行本店本館は青森県弘前市にある歴史的建造物。1904年に第59国立銀行の本店として弘前市に建設されたもので、1967年により同銀行の記念館として保存・一般公開されている。1972年5月15日国の重要文化財に指定された。 1904年に建設された本館は、木造2階建てで、ルネサンス風の衣装を基本としているものの、外壁は瓦を張りその上は、漆喰で塗りつぶされ、窓も漆喰塗りの外窓が設けられるなど家事対策として、和風技法が取り入れられており、屋根構造は和子薬味とトラスの接中構造となっている。一階の営業室と客溜まりに仕切り壁がなく、また二階の大会議室は、 柱芯で14.544メートル四方の空間に柱等の遮蔽物がないなど、積成土という厳しい設計条件にもかかわらず、大空間が設計されているほか、青森県産材である日化け焼きがふんだんに用いられ、屋根にはバラストレートを回し落雪防止としての実用面を考えられた衣装が施されるなど、地域の特色が見られる。 1943年に県内5銀行の合併により青森銀行となってからは広崎支店として使用され、1965年同支店建て替えにより取り壊されることとなっていたが、地元市民の保存要望により元の位置から90度回転し50メートルエアした上で、1967年からは青森銀行記念館として保存されるとともに創業時の資料や旧紙幣、 旧家幣等が一般展示されている。なお、建築当時の壺あたりの単価が、広崎市内に現存する、同時期の建築物に対し極端に高額な建築物となっており、完成度も含めて、設計者である堀江崎地の最高傑作であるとともに、広崎を代表する洋風建築であるとの声も高い。また、天井には、金等隠しが施されているが、 建築当時のまま現在まで残されている建築物は日本でも数少なく貴重なものとなっている青森銀行記念館に関するカテゴリーありがとうございます